はい、どうもクマです。ドラクエウォーク、今日も水流ギルギッシュ倒していきたいと思います。前回はですね、メダパニが入りますよね、動画を出したんですが、今回はですね、メダパニ、ではなくて、まあ、メダパニも、はい、今回入りませんでしたが、もう一つね、入る呪文が分かりましたので見ていただければと思います。それがですね、このラリホーですね。はい、ギルギッシュ寝てくれます。ラリホー入りますので、魔法勇者の皆様、もうどんどん魔法でね、削って倒していただければと思います。まあ、ラリホー、まあ、2ターンからね、3ターン、長くて4ターンぐらい寝てるのかな、寝てくれるので、まあ物理でね、起こさなければ、すごい安全にね、このギルギッシュ倒すことができるかと思います。今、まだまだソロ討伐というかね、ではなくて、まあ4人今回ね入ってきていただいてますが、ソロ討伐になったらまたそれはそれでね、どうやって倒していこうかなといろいろ考えてやっていきたいと思います。はい、4人なんでね、すぐ終わっちゃいますね。うん、でもまあ寝てくれるので本当に楽ですね。うん、1ターン目で入ってくれれば本当に楽ですね。もうあとは本当魔境の詠唱をやって呪文でひたすら攻撃していくっていうねだけになりますので本当に楽です。いや、ちょっと僕はですね、まあドルマドンは持ってますけども、属性のね呪文武器、単体呪文というのがあんまりなくて、こうメドローは頼みみたいなねところはあるので、まあ2本ねなんとかあるので、そのメドローはでガンガン削って倒していくというね、戦法になりますけども、この本当にね助かってます、メドロワには。はい、寝てくれればだいぶ楽ですね。ノーダメージなんでね、まあ、ソロになった時に起きたらね、どういう攻撃してくるかっていうところも含めて、ソロでノーダメージ討伐できるかね、またやってみたいなとは思いますけども。さあ、もう倒せそうですね。これで終わるんじゃないでしょうか。OK、倒せましたっていう感じですね。まあなかなか倒せないという方とかね、ラリホー使ってみていただければと思います。心は B ということで、今日の動画は以上となります。それじゃまた。